ぱり板前としてね、もっといいものを作りたいとな贅沢になりますよね。そうするとどうしてももっといい材料がないものだろうかと。それでね、1982年だから今から25年ぐらい前ですかに一回ね、漁師を5人連れてね、エクアドルからチリの国境までね、魚をずっと取って2ヶ月ぐらいやったことがあるのね。これはね、物の見事にね、我々がまだね、見たことないのもありましたよ。で、これは今流通するようになりましたからね、そういった意味じゃここは非常に面白いと思います。あとね、まだね、僕知らないのがね、ジャングルの材料っていうのはね、あんまり、ね、使ったことないのね。というのは、向こうに誰かそういう詳しい人がいてこっちに持ってくるならいいけど、やっぱ暑いところだから、それから淡水魚だから傷みやすいわけね。だからそういった意味じゃなかなか難しいところがあるんだけど、これから先の課題はジャングルに何があるかね、その野菜でも何でもですよ。でそのジャングルのものを使ってまた日本料理との文化を融合させたらどんな料理ができるだろうと、こういうチャンスもいっぱいあるわけね。だからこれから先もね、おそらくね、退屈することはないと思いますよ。